生は荒木ロジャスが MLB 選手間アンケートで 50% 超。ゴンオフに FA となるエンゼルス、大谷翔平の移籍先はどこなのか、球界が大注目のニュースに、アメリカメディアが MLB の選手に聞き取り調査を実施し、結果を発表した。結果はドジャースが 57.2% で1位、エンゼルスに残留するという回答は 11.4% で2位だった。以下、3位に 7.2% でパドレスとメッツ、5位は 6.3% でヤンキースとなった。1位となったドジャースは100億に年俸総額を 15% ほど削減し、それを大谷獲得につぎ込むとの報道もある。高校時代からマークされていたこともあって、21日、日本時間22日、ドジャース戦後に去就に関する質問も飛び、大谷はドジャースだけじゃなく、僕がこっちに来るとなった時に熱心に誘いをもらった球団にもちろん感謝しています。誰が相手でも自分のやるべきことをしっかりやりたいなと思っています、と語っていた。同記事では、一番資金があるのはどこ、メッツとパドレスが争奪戦に参戦するだろうと一部選手のコメントを匿名で紹介している。2位以下に上がったチームも補強に大金をつぎ込むことを惜しまない球団だ。大谷が来季どこのチームでプレーすることになるだろうか。いいと思うよ、ドジャース行けよ。契約金いくらになるのか気になる。本人は気にしてないと思うけど。予言数は、来年の大谷はナ・リーグサイ・ヤング賞を取り、デラクルーズと今世紀最大の MVP 争いを演じる。優勝争いできるチームでやってほしいわ。強いチームに大谷が入ったらどうなるのか楽しみ。投打あるから補強失敗はありえないからな。エンジェル球団もう嫌や。名門ヤンキースも悪くないけど、やっぱ最強ドジャースか。ただ大谷取るために有力選手放出って意味ないから放出すんだ。大谷取るために有力選手放出って大谷ってやっぱりすごいな。チームなしのタイトル発刊だからな。はっ、やばすぎ。ちなみにホームラン、打点は両リーグ1位になったのよ。ピッチャーしながら打てるってだけでもやばいのに、その上走れるってすごすぎる。ヤンキースに行ったらジャッジとスタントンと大谷が並ぶ打線。ヤンキースはジャッジとスタントン、ドジャースはベッツとフリーマン、パドレスはボガーツとマチャドの契約が重い。金あるけど資金圧迫してないジャイアンツが一番可能性高いと思う。